突然ですがクイズです。昭和12年のパリ万博にてグランプリを受賞した、さまざまな色のガラスを何層にも重ね合わせる福岡県の特産工芸品とは何？シンキングタイムスタート。正解はこちら。マルティグラス、正式名称福岡積層工芸ガラスは、約80年の歴史を持つ伝統工芸品です。さまざまな色のガラスを何層にも重ね合わせ作り出す技法で、花瓶や食器などの実用品のほか、鳥や花などインテリアとしておすすめの置物も作られています。色合いの美しさから昭和12年のパリ万博でグランプリを受賞、昭和63年には福岡県の特産工芸品にも指定されています。福津市宮地にあるマルティグラスの工房にやってきました。ここでは制作現場の見学やグラス作りの体験ができるんです。こんにちは。あ、いらっしゃい。私を出迎えてくれたのは原田さん。ガラス工芸歴44年の大ベテランです。ここではですね、はい、グラス体験ができるんですよ、はい、やってみますか。はい、ぜひよろしくお願いします。いや、こちらこそ。くるっと、ぐーっと回しながらです。失敗ですね。模様ですね、今回ね。もう少し模様が反対回します。反対回す、はい、そうそうそう、もう少し、はい、開けていいよ、はい、はい、世界に一つしかないサンプラーができました。本当ですね、はい、グラス作りは基本中の基本。数十年の修行が必要な鶴の置物をガラス工芸歴47年の高田さんに作っていただきました。今色をつけ終わって次は形を。そうですね、こちらが首ですね、はい、こちらが尻尾になります。この辺が一番難しいですね、長く伸ばさない感覚ですね、はい、これが目玉になります。今から羽をつけます。すごい、あーすごい、羽に立った。だんだんと鶴の形が見えてきましたね。くちばしがつきました。すごいですね。一応これで完成なんです。すごいですね。これを時間かけてですね、はい、徐々に冷やしたのが本当の完成ということになります。ガラス職人の高度な匠の技により、一つ一つ全て手作りで作られているマルティグラス、ぜひ一度手に取ってみてはいかがでしょうか。